ように千元山公園へ向かいます。今年は暖かくなるのが早かったので、もしかしたら武蔵のツツジも早く咲いているかも。この辺りではツツジと桜が同時に咲いちゃってたからね。さて、武蔵のツツジを見ることはできるかな。公園に到着です。山吹が咲いてますね。これは武蔵のキスゲ、期待できそうです。これは金蘭です。すぐ橋を渡ります。白い藤みたいな花が咲いてる。この花目当てに例年はクマバチが飛び回っているんだけど、全然いないな。ここから先が武蔵のキスゲの群生地だよ。予想に反して全然咲いてないな。ちょっと来るのが早かったかな。斜面の上の方に一つ見つけた。
こっちにも咲いてるのがあった。せっかく来たので、おみたらし神社にご挨拶していきましょう。釈迦の花。駐輪場横の藤棚に来たんだけど、ここはもう散ってしまってたわ。残念。新小金井街道に面したところに来たけど、武蔵の木すげ、少ないな。銀杏が群生してる。だけど、銀杏を見かけないね。もう一つの武蔵の木すげの群生地に行こうと思ったら、伐採作業中で近寄れなかった。あの鉄塔のアンテナは米軍のものなんだってさ。それじゃあ、千元山に登ろうかね。この歩道沿いに武蔵の木すげ咲いてたわ。標高 79.6 メートルだって。浅間神社の祠があるので、お参りしておこう。今回は武蔵の木すげ、少しだったけど見れたね。見頃はもうちょっと後だったかな。それでは、今回はここまで。